旗・風型護衛艦は、海上自衛隊の護衛艦の艦級、立ち風型に続く、第三世代ミサイル護衛艦として、53.56、中業中の昭和56.58年度計画で、計2隻が建造された。ネームシップの建造単価は、約599億円であった。海上自衛隊は、第一次防衛力整備計画期間中の天津風によって、 ミサイル護衛艦の整備に着手した。そして立ち風型3隻の整備によって53、従業の時点で8艦発揮体制下の護衛艦隊に必要な8隻のミサイル護衛艦のうち半分が充足することとなった。これらの艦はいずれもアメリカ海軍のチャールズカイ・アダムズ級ミサイル駆逐艦に準じて艦工部にターターシステムを搭載する設計を採用していたことから ミサイルの社会はおおむね広報に限られた。これは適宜回答、変身することによって補うことはできるが、戦術行動の自由度という観点からは、前方にターターシステムを装備した艦を従来艦とペアで配備する方が望ましいことは明らかであった。また立ち風型3番艦は、護衛艦へのガスタービンエンジン導入開始後に建造されたものの、 この規模の艦に適した規模のガスタービンエンジンが入手できなかったことから従来通りの蒸気タービン艦として建造されていた。53中業の当初計画では核護衛隊軍の八艦発揮体制化のため DDG4 隻の建造が検討されており、これらは船体全部にターターシステムを装備するとともに主機をガスタービン化した新型艦とすることになった。これが本型である。 ただし、d d g 用ガスタービン主機の導入可能性の見極めや、経費枠による整備席数の問題から、53中業中での建造数は1席に削減され、残り3席は56中業に先送りされることになった。その後、56中業での計画数は2席に削減された上に、昭和60年度で予定されていた3番間の建造は中止され、 DD に振り返られた。これは、この時点でイージスシステムの対日リリースの交算が高まったことから、あえて八艦発揮体制に必要な DDG の所要数を完全には充足させず、将来のイージス艦のための建造余積を確保するための装置であった。基本計画番号は、解112とされた。設計面では本型にやや遅れて計画が進められていた。 朝霧型との共通点が多くなっており、線形も全通常甲板を有する、挑戦主郎型とされている。また顕著なナックルを有するのも同様である。ただし長さ、幅比は9.1と、春名型に近い幅広の船型とされた。これは、ガスタービン手機の採用によって機関部重量が減少し、一方で、CIWS や SSM など、 搭載装備が増加したことによる重心上昇に対して復元性を確保するための装置であった。また視野は少ないものとされている一方で護衛艦としては珍しくブルワークを設けている。これは監視艦班のミサイル発射機を用いてミサイルの搭載、陸上げ作業を行うための艦班平坦部を確保するとともに両派性も確保するための装置であった。 八艦発揮体成果として、初めて計画されたミサイル護衛艦として、艦備艦板を飛行艦板として設定している。ただしハンガーを設置しないため固有の艦載機は持たない。他、通常の状態では、所要の艦板長を確保できないことから、発着の際には52番砲の方針を90度横に向けることで対処している。また発着の安全性向上のため、 ミサイル護衛艦として初めてフィンスタビライザーが装備された。なお2番艦、島風では同年度の朝霧と同様、大きなは中域を期待できる新型の AC-14 型の怒りを採用している。主機艦としてはミサイル護衛艦としては初めてガスタービムエンジンを採用している。朝霧型で大出力のロールスロイススペーが搭載予定となったことを受けて、 このスペース M1A と初雪型の高速機であるロールスロイスオリンパス TM3 バイトをコガーグ方式に配することで一軸あたり3万6千馬力を確保している。このような一種ガスタービンの組み合わせによるコガーグ構成は西側諸国では類を見ないものであった。ただし入手可能な指揮官の出力と船体寸法を考慮して最大速力は 部隊運用上の許容最低値である30ノットと妥協された。船体寸法の制約上立ち風型を含む上機タービン管のように機関部をシフト配置とすることができず、初雪機型と同様のパラレル配置とされている。なお本型は推進装置の水中放射殺音の低減対策を総合的に実施した初の護衛艦であり、白根型で導入された。 ハルマスカー及びプレリーに加えて、手機、補機や減速機の防振指示化や主要配管の防振対策、防振材の大量使用や、防振継手の採用など多岐にわたる措置が徹底された。電源としては、ガスタービン駆動及びディーゼル駆動の主発電機を、各2機を第1.3機械室にそれぞれ配置するとともに、ディーゼル非常発電機を、 第3艦班の船体前後に分散配置している。ガスタービン主発電機の原動機は、川崎重工業 M1A-05、ガスタービンエンジンであるが、これは、第1世代護衛艦などで搭載された M1A-02 の強化版であった。本型の武器システムは、基本的に、沢風のものを踏襲している。特に、サム CIC システムは、アメリカ海軍の カリフォルニア級原子力ミサイル巡洋艦の半分の能力を備えており、イージス以前の在来型ミサイル駆逐艦としては、頂点に立つものとされていた。戦闘システムの中核となる、戦術情報処理装置は、沢風の1区マイナス4に改善を加えた、1区マイナス4から1である。電子計算機としては、アン、9マイナス72機、TDS コンソールとしては、大型のアン、 うやマイナス41機及び、標準の案、うやマイナス49機が配されており、ターター艦としては極めて充実したものとなっている。このために戦闘指揮所や、関連機器室、空調設備は立ち風型と比して大幅に拡張する必要があったが、初雪型以来標準となった CIC 戦隊内配置化によって、十分な容積を確保した。三次元レーダーは、 沢風と同型の案、SPS-52 シートされた。立ち風の建造当初に搭載されていた1区 -1 と案、SPS-52B レーダーの組み合わせでは、目標情報は、手動入力、追尾も半自動式であったのに対し、本型のシステムでは、自動探知、自動追尾が可能となったため、システムとしての対空目標追尾能力は著しく、向上している。 対空操作レーダーは、オプス -11C を、ミズンょ部に、対水上操作レーダーは、オプス -28 を、前、帆柱し部に装備した。オプス -11 は、当初計画では前帆柱のもっと高い位置に配されて、いたが、カスタービーンの排気の影響を避けるために水ンを、新設して、ここに移動したものである。 また電子戦システムとしては、ノルック -1 連覇探知妨害装置及びオルマ -9BE ミサイル警報装置が装備された。これらはいずれも、沢風と同様であった。ソナーについても、沢風と同様で、オッナス4をバウドームに収容して装備している。マーク13モッド4ミサイル発射基本型の主要な武器システムとなるのは、ターター D システムである。 そのサブシステムはいずれも、沢風と同型で、マーク74モッド13ミサイル射撃式装置、マーク13モッド4ミサイル発射機、RIM-66B、E スタンダード MR 艦隊防空ミサイルから構成される。上記の通り、本型では、艦の前方証言での抗戦能力が求められた、ことから、GMLS は、艦手艦艦に、 また2機の GMFCS も全部上か前上に配されている。収益後、スタンダード SM-2MR の運用能力付与、また、アメリカ海軍がターター D 搭載艦に対して行った、ん長回収に準じた、近代化回収も検討されたものの、イージュスシステム搭載ミサイル護衛艦導入を優先する観点から、これは見送られている。なお、沢風では、 マーク 13GMLS を用いて、ハープーン艦隊艦ミサイルの運用を行っていたが、その分だけ SM、SM-1MR に充当される、子容量が奪われることから、本型では、朝霧型と同様に、ハープーン専用の4連装発射塔2機を、煙突後部両限の01艦板上に、対抗装備として、マーク13モッ d 4GMLS は、 sm-1mr 専用としている。手法としては73式54口径5インチ、炭素側射法を全部看板室上と5看板上に1機ずつ搭載。放射撃式装置としては、環境構造物上に81式射撃式装置2型22を搭載した。また、近接防空用として、高性能 20mm 機関砲2機が、後部上構え両舷に、 装備されている。全部砲塔直後に、アスロック対戦ミサイル用の74式アスロック、ランチャーを搭載するのは立ち風型と同様だが、初雪型以来採用された卵からの直接装填方式が踏襲されたことから、ランチャーの装備位置は環境構造物寄りとなり、また、同構造物全面は傾斜して装填用の扉が設置されたものとなった。 また324立方ミリメートル連装単魚雷。発射管も従来通り装備されており、装備位置は SSM 直下の上甲板上両原である。水中攻撃式装置は、沢風や初雪型、朝霧型と同じく SFCS-6 である。上記の通り一時は近代化改修の計画があったものの実現せず、収益後は大きな変化なく活動を続けている。 平成24年、25年、27年、28年度予算で、延べ4席分の寒冷延伸のための先行的部品、調達予算が、平成26年度予算で1席分、平成29年度予算で1席分の、回収予算が計上された。寒冷延伸措置を行い、運用期間を、これまでより10年程度延伸する。マヤ型により型2席は、 練習館に種別変更され、畑風は2020年3月に、島風は2021年3月に練習館へ、種別変更された。ありがとうございます。